どうも、ニケです。本当です。はい、ということで今回のやつ、今回の企画は速報オリンピック日本代表発表。ね、つい先ほど発表されましたオリンピック日本代表ですよ。はい。18人の狭き門に入ったのは果たして誰なのか。そうですね。という本題に入る前に、この動画では、先ほどの発表された内容について取り上げますので、はい、まだそれを見てない方はここで動画をやめてください。なるほど、ネタバレになりますからね。はい。はい。はい、じゃあそれに行く前に、はい、我々こうやって日本代表であったり J リーグのことについて取り上げておりますので、はい、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。ぜひ高評価の方もお願いします。お願いします。はい、ね、発表されましたね。されましたね。ワクワクだ。ワクワクですね。はい。久保選手もね、この日をあとは心待ちにするだけと言ってましたから。そうです ね、はい、ね、意外な選手も選ばれたりっていうのもあったので、はい、じゃあ早速ね、まあ、発表された選手を紹介していきましょう。ゴールキーパーですが、はい、まあ、これね、もう噂されてた通りでしたね。はい、谷選手とね、はい、大里選手で実績を取ったと。そうですね、はい、ザイオン選手非常に残念でしたが、ザイオン選手ね、はい、パリ世代なんで、はい、まだ次のオリンピックも狙いますので、はい、ね、この悔しい気持ちをバネにして頑張ってほしいなと思います。はい、これね、じゃあ続きましてディフェンスです。ディフェンスなんですけども、はい、言われてたね、頭角ラインの選手はもうそのままの通り選ばれましたね。まあ、当然ね、オーバーエイジの2人は、ね、やはり選ばれましたね。まあ、当然ですよね、これはね。はい、あとはね、はい、順当に冨安選手、はい、でこの世代を引っ張ってた中山選手、はい、で、ユーティリティの旗手選手、はい、橋岡選手ね、はい、センターバックもできればサイドバックもできますし、そうです、ウイングバックもできるという、はい、まあ、18人しかいないんで、まあ、森保監督もね、ユーティリティ性を取ったかなと。そうですね、いう部分だと思います。橋岡選手ね、身長トロイルでやってるんで、海外選手とのね、マッチアップっていうのはもうね、慣れております。十分慣れております。はい、はい、ね、このね、屈強なディフェンスライン楽しみですよね。楽しみです。硬いと思います。はい、続きましてミッドフィルダーなんですけども、先日移籍の話が出てたね、田中碧選手であったり、はい、板倉選手、はい、で堂安選手、久保選手、はい、で遠藤航選手、まあ、オーバーエイジね、はい、当然という感じですね。ここはね、話に出てた通りだと思います。そうそう、皆様が思ってらっしゃった通りだと思います。はい。はい、相馬選手、はい、選ばれましたね。選ばれました。相馬選手はね、ハードワークできますし、はい、なんといってもあの笑顔。はい。癒されますね。そうですね。疲れてる時にね、攻守、ハードワークできるのは、ね、チームにとってもありがたいかなと。はい。はい、名古屋でね、まあ、守備の部分、磨いてきたのが実ったなと。そうですね。まあ、今シーズンさらに体重も落としてね、キレもありましたから、はい、いい活躍してました。はい。三笘選手。はい。ね、ここもね、なんですか、1年伸びたからこそ選ばれたかなと。そうですね、いうところではありますが、はい、J リーグでは無双してますし、はい、海外の選手相手にね、どこまでね、無双するか。そうですね、無双して J リーグのレベルも高いんだなと思わせていただきたいですね。はい、はい、三好選手ね、はい、まあ、ここがね、そうです、この世代引っ張ってきてましたし、そうですね、三好選手も左利き、はい、で三好選手、久保選手、堂安選手で、この左サイドどこでもできるんで、はい、攻撃的な部分でのね、はい、ユーティリティ性を兼ね備えておるので、はい、もし何かあった時にね、はい、っていうところで選ばれたのかな、はい、というところでございます。はい、でフォワード、はい、ですけども、まあ、上田綺世選手ね、これも間違いなかったでしょ。もうここはね、はい、ジャマイカ戦点取ってましたし、はい、まあ、それ以外でもね、チームに貢献しておりました。先日のベガルタ戦見ましたけど、はい、彼のシュートはね、パンチ力ありますね。ありますね。すごい。ヘディングも滞空時間長いんで、外国人相手にすごい有効だと思います。はい、はい、オリンピックでね、どんだけゴール量産してくれるかっていうのを期待です。楽しみですね。はい、前田大然選手、もう追って追って追いまくれ。そうです、前からね、全然守備できます。はい、後半途中から出てくれば、そうですよね、後ろからのボールにスピード勝負できます。はい、やっぱりね、ロンドンオリンピック放出させるあの永井選手の追いまくる前線からの守備、強豪を苦しめます。あれが、まあ、オプションとして非常に、ね、幅広く活躍できるんじゃないかなと思います。はい、今回林選手選ばれなかったんですけども、はい、オリンピックでね、選ばれなかったフォワードの選手対戦するというジンクスありますので、はい、大阪選手とかね、はい、同じワード選手、そうですね、ね、この悔しさをバネにね、林選手も、まあ、ここからね、さらに頑張ってほしいなと思います。はい、日本はね、目指すところは一つ、一番綺麗に輝くメダルですね。そうですね、はい、まあ、実際それもね、できるんじゃないかなと。うん、グループリーグの相手は強豪ではございますが、逆に言うとそれ抜けちゃえば、そうなんですよ、ね、1ヶ月先待ち遠しいです。はい、じゃあね、この合宿で、はい、まだまだ連携高めて、事前にね、スペイン戦があるので、ね、強豪相手にね、どこまでできるか、一個物差しになるね、一つのいい試合じゃないかなと思います。非常に楽しみなオリンピックが
迎えられそうなんですけども、はい、我々もね、まあ、それプラス J リーグのこともまだまだ取り上げて盛り上げていけたらいいなと思いますので、はい、ぜひねこの動画見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価の方もお願いします。次回の動画もレッツフットボール。